始まりました。ようこそ Q ちゃんのコーナーです。本日の助っ人外国人、矢野くんお願いします。はい、お願いします。さあ、それでは参りましょう。本日のようこそさん、こちら。うん、歌い手さんですかね、ちょっと気になります。さあ、それでは参りましょう。ようこそ Q ちゃん。Hi. Can I ask your name and where you're from? My name is Petra Laptice, and I'm Canadian and Trinidadian. パトラさんで、トリナード・トバゴとカナダのですね、ハーフの方でございます。もう矢野くんの声が掛布さんみたいになっちゃうんですかなり声なんですけど、トリニダード・トバゴ、トバコ、yes. ね、はい、もう青山テルマさんがね、トリニダード・トバコとのハーフだということですけれども、でもね、やっぱりトリニダード・トバコのこと知らない方結構いらっしゃると思うので、ね、教えていただけますか、ペトラさん。Can you tell me about Trinidad and Tobago? Yes, well, Trinidad and Tobago has two main islands, and Trinidad means the Trinity, and Tobago means tobacco in some indigenous languages, and it's also famous for the limbo dance. トリニダード・トバコはですね、はい、トリニダードとトバコっていうその2つのアイランドからなるということ で、 ほう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 。でトリニダードっていうのはですね、トリニティから来ていて三位一体と、でトバトっていうのはですね、このタバコから来てると、あ、タバコなんですか、はい、そして、まあ、何よりもですね、リンボダンスで非常に有名だということです。これですね、半端じゃないと。低いの言ってますね、この人ね。本場は違いますね。なんかしっかり折れてる感じですあ、そうですか。リンボーダンスってもう日本だとバラエティ番組で見ることできないんですけれども、ちょっと本場のもね、ぜひ見てみたいななんて気がしますけれど、はい、まあ日本に来た目的、ちょっと教えていただけますか。 yeah, so what's the purpose you came to Japan? Well, basically it was to earn a lot of money. 金を儲けに来たそうです。正直でよろしい。正直でいいですね。そうですね、わかりやすいですね。番組に来た理由は何でしょう、そんな中。Then how about the reason you came to this program today? Well, basically, I came to introduce Trinidad and Tobago culture to Japanese people because there's no Trinidad and Tobago embassy in Japan. やっぱりですね、日本にそのトリニダード・トバゴのですね、あの大使館とかないので、こう自分がやっぱり日本に来て、この文化をみんなに伝えたいなっていう、そういう気持ちがあって。ああ、なるほど。あ、ちょっと大使館がないっていうのはびっくりしますけど。びっくりですよね。さあ、今日はどんな文化紹介してくださいます？What kind of culture are you going to introduce us to? I'm going to explain Trinidad and Tobago carnival culture. Trinidad and Tobago carnival is like third largest carnival in the world. なんかですね、今日はですね、トリニダード・トバゴのカーニバルを紹介したいと。カーニバルですね。これですね、世界三大カーニバルと言われてるぐらい、意外とトリニダード・トバゴもですね、カーニバルも世界で有名だと。へすごい豪華ですね、これね。Yeah, you can see people dressed up in their costumes. It's an amazing, amazing time. There's a king of the carnival wearing his bigger costume. なんかもう見るからに衣装がですね、非常にカラフルで素敵ですよね。Oh, that's me. That's me. In my costume. ペトラさんですよ、これ。これあれですか、鳥のクジャクの羽とかつけてたりするんですか。It's a feather, but yeah, it's feathers. Yes, bird feathers. 本物だそうですね。すごい谷間ですけどもね。さあ、そしてこちら色鮮やかでございますよね。Oh, and yes, and talking about so this is also carnival. That's all from this year. And that's me again in the middle. And and also talking about the steel pan. Basically, that's an original instrument from Trinidad and Tobago. That's what it is there. It's a beautiful sound, and it's really part of carnival culture too. ここですね、ステールパンというですね、このトリニダード・トバゴですね、の発祥の楽器だそうで。これ音はね、聞いたことありますけれど。まさかこんな楽器だと思いませんよね。こういう楽器だと思わなかった。はぁ、すごい。すごい。これもトリニダード・トバゴのものであるということです。これ叩くんですよね、太鼓だから。叩くんですよね。Yeah, you hit it. You hit it. 半端じゃないですね、これ。これね、なんかリオのカーニバルみたいなね、雰囲気もありましたけれども、やっぱり陽気な方が多いんですか、トリニダード・トバコは。Something close to the Rio Carnival. It's similar, yes. So the people is very like,
very excited, happy, and exciting, and the soca music is part of it. 興奮、ハッピー、もうそういうものがですね、やっぱカーニバルの文化だと。ああ、素晴らしいですね。さあ、食文化の方も紹介していただけないですか。Well, now I'd like to talk about street food. Yes.Okay. And basically, we are going to have pulori. It's, it's very spicy and it comes with mango chutney that is spicy and sweet. And the origins are from India. There's a lot of mixture of people in Trinidad and Tobago. So this is a very popular street food. はい、これですね、プロリとマンゴーチャトニーというですね、料理なんですけれども、はい、で、このですね、プロリっていうのがですね、豆とスパイスを混ぜて、で、それをぐちゃぐちゃにしてでそれでフライしたものはそうなんですよ。ほう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 。でこのつけてるジャムがですね、まあこれもまたですねマンゴー、マンゴーと辛いスパイスを一緒に煮込んで作ったものらしいんですよ。あ、マンゴーっていうとどうしてもね果物のイメージが、ねね、ありますけれども 甘辛いかなねえ、どういうもんなんでしょうね。しかもこれですねどっちかというとアメリカのネイティブの人たちの料理みたいなんですよ。インディアンの人たちの、すごいですよね。 Lots of spices, lots of flavorインドから来たというね説もあるみたいです。さあそれではいただきましょうか。皆さんの前にあります。いただきます。いただきます。この番組大好き。これは面白い。どうですかね味の方は。徳光さん初めて食べる味です、本当ですか。やっぱりなんかね甘いのがもっとダメかなと思ったら意外にこうピリッとしたのと甘いのがね合いますね。一トンください。一トン欲しい。一トンください。それぐらい美味しい。一トンだったら足りるかもしれない。Say something new. お願いします。Yes. さっぱりしてていいですね。揚げ物なのにね。ああこれは美味しいですよ。ペトラさん、トリニダード・トバゴのね文化まだまだたくさんいろんなものがあると思うんですけども、それを知りたい方はどうすればよろしいですかね。I think there's more a lot of like culture about Trinidad and Tobago, but how can we know about that?Well, I've written a blog. I started last year. It's a website. It's called Tokyo Trinbago. And basically, it's written in English and in Japanese for people who want to know a little bit more about Trinidad and Tobago. Wow.まあ本当自分でもですねサイトとブログを立ち上げていて、はい、しかも皆さんが分かるように英語バージョンと日本語バージョンが作ってありますと。嬉しいですね。で、まあ、検索としては東京トリニダード・トバゴと検索していただければ出ますので、ぜひともチェックしてください。こちらにアドレスの方ね出てますね。出ておりますよね、じゃあこちらにね皆さんねどん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 アクセスしていただきたいですね。ダンスの、はい、ちょっとあれやってみたいんですけど。She wants to learn how to do that. Oh, I can teach you, definitely. 教えられますのことです。後ほどゆっくりね個人レッスンの方よろしくお願いいたします。ペトラさん本日はどうもありがとうございました。このコーナーではスタジオゲストとして番組に出演してくださいます外国人の方募集しております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。出演してくださった方には世界が認めるアーティスト村上隆さんデザインの東京 MX オリジナルグッズを差し上げます。明日はどんなようこそさんが登場するんでしょうか。以上ようこそQちゃんでした。